なかなかね、人の感情を読み取るとか人の心を読み取るっていうのは難しいお話で、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はジョセフ・マーフィーさん、ジョセフ・マーフィーさんの名言で、ニーズにぴったり合ったプレゼントは相手の心を喜びと感謝で満たします。その喜びと感謝は自分に向けられ、やがてお金では買えない大きな財産となってくれます、ということで、ジョセフ・マーフィーさんのプロフィールをお伝えしていきます。ジョセフ・マーフィーさんはアメリカで活動したアイルランド出身の宗教家、呪術家、ニューソートのディビン・サイエンス協会に属し、主に牧師として活動された方です、ということで、何と言いましょうか、ニーズに合ったプレゼントって書かれてるんですけど、これがまたですね、結構難しいんですね。相手のニーズに合わせるっていうのは、まあ相手はこう思ってくれるだろうと思ってプレゼントしたらですね、まあ意外な結果が返ってきたり、意外なね言葉が返ってくるってことも多々あります。これはね、私も想像の域でしかないんですけれども、なかなかね、人の感情を読み取るとか人の心を読み取るっていうのは難しいお話で、私も未だにこう悩み続けてるものでもあります。皆さんもそうだと思いますけれどもね、人の心をこう読むっていうのがですね、まあ、完璧に読める人ってすごいと思うんですよね。まあたまにね、占い師、昨日もちょっと見てたんですけど、占いとかいうのがあってですね、まあ、占いって結局ドンピシャで当たるのかっていうと、そういうわけでもなく、それらしいことを言って当たってるとか当たってないとかいう思いがあって、よく見たらやっぱり当たってるなぁと思える言葉なんですよね。まあ、正直まあしっかり断言することってないんですよ。まあ、だからですね、まあ人って弱いんだなっていうところもありつつ、まあいろんなね、まあ宗教勧誘とかがはびこるんだなというところがあります。人間ってやっぱり弱いですからね、そこをねやっぱりついてくる人たちっています。あ、もちろん私もそういう人たちと接したこともありますし、あ、もちろん入ったことはないですよ、ないんですけれども、まあそういったことがあったりとかいうことはあります。だからこそやっぱりニーズにねぴったり合ったプレゼント、はい、まあそれもそうなんですよね。相手の心が喜んでくれますし、まあ喜びはね感謝となって、お金では買えない、そうなんですよね、お金ではやっぱ買えないものです。まさにこれまんまのお話でですね、私もこう今日言うことないなと思ってまして、まあこの後時間どうやってつなごうかなと思ってるんですけれども、まあそれでもね、やっぱりいろんな旅行に行ったお土産ですかとかお渡しするときにはね、やっぱり私もまあどういう反応かなと思ってお渡しすることがよくあります。はい、まあなかなか難しい時もあるんですけれどもね、はい、そう思いつつもですね、やっぱり感謝の気持ちっていうのを忘れてはいけないと思います。どんなにね、まあ自分のニーズに合わないものかもしれないんですけれども、きちんとまあお礼を言うということも相手側の立場に立っては思いますよね。まあ相手は良かれと思ってやってるんでね、まあ良かれと思ってね押し付けてきたら腹が立ちますけど、じゃなくて良かれと思ってもらったプレゼントはやっぱりいいものだということだと私は思っております。まあそう思ってですね、まあなかなか私も、はい、渡してばっかりなのでなかなかこうないなと思うんですけれども、まあそういう意味ではですね、もっとこういろんなことをしていかないといけないんじゃないかなって思いますよね。まあ見返りですか、見返りを求めてはやっぱりいけないなというところがあります。見返りはやっぱり基本ないと思ってもらった方がいいかなと思ってますしね。まあでもすごいね、腹立つこともありますよね、やっぱり人ですから。はい、そう思います。まあ今日も一生懸命ね、やっていければいいかなと私も思ってますし、今日は桜がね咲いてるので、まあ外はすごい人です。はい、私もどうしようか悩んでいますので、今日も一日頑張ってやっていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。
動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。